はい、ということで皆さんこんにちは。今日は2021年の5月14日、先日ご報告しました通り、新しいバイクを納車しました。はい、こちらです。ホンダの CRF250L カッコ S というモデルになります。なんとね、人生初の55歳にしてオフロード車買っちゃいました。はい、じゃあ納車説明を、ま、撮らせてもらっていいですか。また撮っちゃう。顔は出さんほうがいい。まあ、いいまあ、だってもうこの店の店長として顔はバレちゃうんでしょ。十分。みんなあの、それで今最近なんか YouTube で。緊張する？緊張はせんけど、下手なこと言われんなってなるよね。ちょっとまたがってみてください。もっと前、普通、おっしゃってこんくらい前に座るんでしょ、結構。ね、ステップに立って、こう、ね、視線に降りたところがあって、こうやって乗らないもんね。乗らない。うん。おー、かっこいいな。あ、これやったら結構足は、うん、つくな。こんくらいつきゃ十分やな、足。やっぱ高い。高いですね。でもそれでグッと乗ると、すごく沈むから、うん、沈むと意外と足がツンツンでもつくはず、うん、でもそれぐらいの身長だったら乗ってる人いっぱいいる、うん、じゃあ今日はまたあのブルーポイントに来てますんでね。ということで CRF250L カッコ S やねの納車説明を田中店長の方からやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあもうざっと、はい、で鍵ざっとじゃ困るんですけど、あざっとまああの鍵がスペアあるんで1個ついていくと、はいはい、であとここもキー普通通りですね、あの、うん、もうハンドル左で鍵もこう、はい、左に回すとこれでロックかかります。であとロックは左だけです。ロック左だけ、あハンドル君そう左だけですよね。であと今度キーをオンにしてもらうと、うん、メーター電源がチャチャリと、はいはいはい、こういう感じでチャチャリとこう入るので、うんうんうん、であともうセルボタンニュートラルなのか全部セルボタン押してください、はい、であとであとエンジンかかったらもうあのヘッドライトとかは常時点灯なんで、はい、つけたり消したりがない、うん、スイッチはあのセルボタンの上がハザードスイッチ、これを押したハザード、ああここは TCX と同じですよね。そうです。そうです、ね、いや見たけど全く一緒やなと思って。そうです、あのもうそういうことです。で昨日気づいたけどこのミラーも一緒や。ミラーね一緒っぽいんやけど、こういう軸の径が微妙に太かったり。あ本当やな。あそう言われればここはでも頭はほぼ一緒なんで、こういうところが、ね、ああなるほどね、大型とあれで違う感じです。で、あ、そっか、あともう違うとこが、はい、あのもうメーターがもう見てタコメーターですね、うんうん、であとスピードメーターで燃料系 F はまた E が変わって今だいたい半分ぐらいになります、はい、であとで、右側ギアの表示があったりするのと、はいはい、あと上にインジケーターランプ、あのウィンカーのインジケーターだったり、あのライトのハイビームだったりがあります、はいはいはい、であとあのここが違う、うん、ABS キャンセルボタンと、うん、これ長く押しといてもらうと、うん、ABS がキャンセルになりましたって、はい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 、リアだけね、リアだけキャンセルになって、はい、それでキャンセルする。でこれキーオフにしてオンにしちゃうともうまた入るので、うん、そういう風になってます。でこれ長くキャンセルしてる時はその都度押さなきゃならない、そうですね、はい、であともう前の ABS のランプとかはあの PCX と一緒で、うん、あのタイヤが回ってセンサーに動かないよって分かったら消えるっていう、はいはい、になっております。もう大体、うん、そんな変わったところないです、ね、特に電子制御とかあるわけじゃないけど、それで難しいことはテラフォンとかもついてないから、はいはい、であとメーターの切り替えがあの下のボタンをこう押してもらうとこっち下の画面が切り替わる、平均燃費とかがそれぞれ出ます。で上を押してもらうと今度トリップメーターが A とか B とかに出て、はい、でストップウォッチとかついてる、そういう風になってます。スタートストップは？スタートウォッチを出しておいて、下でやる。下を押すとスタート。ああ、なるほど。で、押せば止まって、で、これぐらい長押しすると、リセットに戻ります。ああ、なるほど、はい。そういう感じになってます。で、あと、あのヘッドライトは、はい、ハイビームの時が下がつく。はいはい。で、あと、ここもウィンカーがポジションでつくのは、ここの PCX とと違う感じ。おぉ。デイライトみたいな感じや ね、日中でも。はい、後ろもついてる。ですよね。後ろ。はい、刺してもらって右に回すともうそんだけで開くやつに変わって、前はこうギャって回すんやつだけど、だけどいきなりパカンってキャップ取れるんで、はいはい、気をつけてくる。であと締める時がこれを三角形を前に合わせて折りやってます。
それで閉まりますね。あ、それでもそのロックでロックかかってればもう、なるほど、取れる仕組みです、そういう風になっています。で、これはあと閉めておいてください、はい、で、あと後ろにヘルメットのホルダーが、これもこう回しておいて、で、こう後ろに金具をかけたこうしてもらうと、あと水閉めておいてください。これ非常に便利ですよね。ここに一応簡単なバッテリー外すというか、シートを開けるぐらいの工具が入って、はい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 、シートこの、ね、六角を開ける、ね、サイドカバーを上げて、はい、バッテリーから、反対側に、あ、こっちがこっちにあるんでバッテリーしてもらう、はい、で、これあのスポンジが工具袋がガタガタ言わないように、これ最初から付いてるやつなんで、そういうふうになってるんで、これそのまま入れといてください。で、あと書類とかも一緒に、まあ、隙間に入れられんことはないので、はいはいはい、で、あと止めるとここのとこの鍵穴がそれぞれこう上でこう2箇所押してもらえば、それで OK でございます、はい、もうシートの下は全く何も入れるようなことはないんでしょ。一応書類が入れられるようになってないこともないんやけど、その要は鍵じゃなくてネジだから手間なんで開けるの。あ、そっか、普通のロードバイク、ロードタイプとは違うんだ。そうなんです、鍵じゃないから。あ、これ両方外さんとシート外れるんだ。そうそうそう、だから今ここで止まってるだけなんやけど、うん、そのネジを取らないとシートが取れない。なるほど、わかりました。で、あとまあタイヤ新しいんで、うん、特にブロックだから、うんうん、最初いきなりギャンっていくと、はいはいはい、もうで思った以上に滑るんで、最初特にブロックは でしょうね。だけど特に最初のその距離で100キロぐらいとかは慎重に乗ってください。 PGX とかの感覚でブンっていくと、その結構 それでも滑っちゃうので、新しいから、はいはい、で、あとあのアンダーガード、これ早く言っちゃってよかったですね。だけど今頼んだらもう7月とかで全然また来ない、まあ、いずれ社外出るやろうけど、まだ全然出てないし、ね、これからつけようと思ってもしばらく先じゃないですか。そうそうそう、でも純正つけるのが一番いいやろなと思って。アルミでね、結構丈夫なやつなんで、ね、うん、見たい、うん、そうそう。で、これ使い方書いてた説明書です。今、はい、ざっくりやったんで、詳しく書いてて、メーターのね説明がちょっとあって、タコメーターの表示とかを変えたりできる、シフトライトとかを設定できるんで、あ、なるほど、シフトチェンジのタイミング回転数を設定できる、ね、そういうのが光ったりするとか、そういうのができるよって書いて、ここら辺に書いてあるんで、ちょっと覗くとか、ちょっとこの横のボタンが硬いからちょっとこう押しにくいんやけど、そうやったらそういうのがピークホールド表示とかそういうのができますってなってるんで、はいはい、まあよかったらそれ使っ、ピークホールド、あ、ピークホールド、一回上がったところで一回だけ、一瞬だけその針が1個だけ残るように、ああそういうのが、ね、今何本回ったとか、あ、メモリが、うん、まあおまけの機能でそういうのがついてるので、だけそういう設定ができますって書いてある。で、あとこれ使い方書いた保証書ですね。今、はい、メーカー保証2年あります。これもまた、PCX で点検を受けていただかんと、保証の対象にならないことがありますよっていうのを書いてる書類なんで、はい、これも書かせてもらっています、はい、で、あとこれ乗り方のコツ、これも多分 PCX のみんなと同じものがついてくるん で、はい、でそれとあとここがねちょっと違うとこで、これあと乗り方の、これも乗り方のフットリングのこととか書いてたり、いやでも今本当に新しいアプリが始まってて、コンドゴーライこういうのがあって、で、これあ、ネットで見た、うん、でアプリでインストールしてもらうと、うんうんうん、バイクの情報とか、どこをどう走ってどうでしたとか、はい、いろいろ遊べるので、はいはいはい、私もちょっと使ってみたら面白かったんで、よく暇が、時間があったらこうなんかツーリング情報とか観光情報とか、そう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 、そだけ暇やったらダウンロードしてみてください、はいはい、で、これで書類が以上で、これごと入れるとことかもないんですよね。ないね。そうそうそう、だけどさっきこれを使ってくださいっていうふうになってます。そうだね。OK です。はい、で、あとはお金いただくだけです。そうね。で、支払う、はい、ございます。はい、OK です。ありがとうございます。はい、なら、じゃちょっと領収書だけちょっと作ってなかった、ちょっと用意します、ちょっと待ってください。